スター奥地のステージショー講座、パフォーマンスを仕事として成功するための理論。はい、今年で私も芸歴が25年になりましたけれども、もともとはニュージーランドで、この大道芸としてね、パフォーマンスを始めました。私が26歳の時ですね、初めて大道芸を見たんですけれども、その時に見た大道芸は非常に感銘を受けまして、私もこの大道芸で食べていったらいいなっていうのが元々のパフォーマンスのスタートでした。そして向こうで約1年近くね、パフォーマンスの修行をして日本に帰ってきて、で日本でショーを始めてもう早25年が経ったわけですけれども、まあ私のこのね、パフォーマンスのこの映像を見てる方は、私と同じように、まあこのパフォーマンスで食べていきたいね、このパフォーマンスを仕事としてなりわいとして続けていきたい方じゃないかなと思いますけども、まあ私も25年やってる中で、なかなか一人で、全てのことをね、パフォーマンスとしてやっていかないといけない中で非常に苦労した部分もありますので、そういう部分を、この動画を使って皆さんに、少しでも、何かこう、まあ、気づきが、皆さんに、与えることができたらなっていうところで、スタートさせていただきました。